あ、おや？あ、こんにちは、こんばんは。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。ウィニングポストナイン2021、ライブ配信始めていこうと思います。何でしょう。さて、では行きましょう。なんか、なんでだろう。かぶっちゃってるよな。音声が。ハウリングしてる。なんでだ？ひとまず行きましょう。ツイッチで配信しております。
ツイッチアカウントフォロー、チャットコメントをぜひお願いします。スイッチのチャット、スイッチチャットコメントリポストお願いします。こうなってますね。ということでやっていきましょう。名古屋グランプリ、片野インサイト、出走です。1番人気ダイジェスト行きましょう。名古屋競馬場 JPM2 名古屋グランプリダート2500m です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。片野インサイト抜け出した、ね、2番手はビーラニハイウェイ。片野インサイト強い強い。片野インサイト圧勝ゴールイン。2着はビーラニハイウェイ、3着にサムアンクリーナ。これが G1 馬だ。片野インサイト膝レベルアップ。少しお待ちください。ループバックが原因か、ハウリング。あ、ちょっとオフにすればマシになるのか。
整理すればマシになるのか。あ、どうなんでしょう。だいぶマシになってきた気がするね。いけるんじゃないかな。あ、でもこっちが聞こえないのか。だいぶマシになってた気がするが。まあ、それでもちょっとはうっちゃってるな。どうなんだろう。止まってくださいね。OBS がね、デスクトップを向こう。音声が。じゃあやってみますか。続きをやってみましょう。ターコイズステークス、型の舞がある、一番人気。
では、行ってみましょう。ダイジェストです。中山 G3 ターポイズステークス、芝 1600m のレースです。4コーナーをカーブして、さあこれからです。片野マイガール先頭、残り 200m を通過して、ここで先頭変わってドナウブルー、後方から一気にショーリュームーン、ドナウブルー1着、2着はショーリュームーン、見事に勝ちました。ドナウブルー、片野マイガール敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。敗れましたね。3着でした。ベテルギウスステークス、アマノドラッカーです。6番人気、ダイジェストいきましょう。4コーナーをカーブして、先頭ですね。アマノドラッカー先頭、2馬身から3馬身のリード、残り 200m を通過して、先頭はアマノドラッカー、2番手はフォーカサスオシドリ。アマノドラッカー勝ちました。アマノドラッカー1着、2着はフォーカサスオシドリ、3着にシンボリタイト、これは物が違う。アマノドラッカーやってくれました。次、アサイハイフューチュリティステークスです。3番人気か。1番人気フラムドーグロワール、あるけどな、伊坂さんだからな。ダイジェストです。阪神 G1 采配フューチュリティステークス、2歳限定芝 1600m、2歳王決定戦です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。エイシントップ先頭、内からぐんぐんと天の子玉でしょ。先頭エイシントップ、追いすがります。これ残り 200m、 フラムドグロワール追い上げてきた。フラムドグロワール抜けた。フラムドグロワール先頭、フラムドグロワール、フラムドグロワール1着、2着にはどうやらインパルス。見事1番人気に応えました。玉でしょは 3着ですね。人気通り、さあ有馬記念の週ですが、結構それ以外にいくつかレースがあります。テーブルだ。
オルフェーブルか。文章はちょっと。どうのお守りだ。配信が羽織ってないな、これ。大丈夫みたいだ。じゃあ、ローテか。引退する馬は別として、ローテを、地味にやっていきましょう。まず、フラゲから。ん ?4 周だよな。リンド、あ、うちが持ってるまだベアリングハート、こいつはいけませんね。ベアリングバードか。ちょっとこいつはちょっと要注意かもしれない。いいでしょう。北さん、あれ北さん持ってないんだ。モーリスは？モーリスはいいや。北さん欲しいな。ちょっと気になるな。そうか。北さんの誕生見逃しちゃったんだな。オス馬だったら今更買ってもしゃあないもんな。あとレッツゴードンキか。ドンキ、ドンキホーテー、激安ジャングル。プチコ、これはノーザンだから買わないとね。11枚。ということで、買っておいた。で、フラゲが、新山記念。まあ新山記念だよな。でも新山記念でいいのか。まあでも今週ですね。マウルモリは前に行く馬か。パノリッキやフロディアダービーまで、おやす3月1週までお休みかな。いや、2月の1週までお休みです。で続いてタニタ、これ放牧でもいいような気はする。そうだな、放牧しよう。2月の1週まで放牧となります。アンドロイドはわからん、ガンバローは、それからチェンティルノンナが AJCC か。
でも2勝だから GCC 出すわけにはいかないよな、普通に。あと2勝なんで早く決めたいですね。香港ゴールドカップへ一応登録しときましょう。ちょっと AJCC はやめて、このぐらいまで休ませます。 AKB とアリエッティは、うん、でヘビロテ、ね、女子会ですね。一周放牧トラッカーの、ね、ゴール紙がこうなってて、覆面は、うん、まあ覆面こそ AJCC ですよね。で、はやぶさも、しっかり勝って立て直したい。平穏は何勝？あと3勝か。クルモアか。G1 の数が少ないんですよね。あ、でも大して出ないんだったらここ登録しとこう。あ、でも調子どうなんだ、調子これからいいな、いいので、周放牧、武豊、でフィッツ、愛知杯、今がある日系新州杯、蓮舫も愛知杯。でもちょっと調子落ちてるな。一周放牧しよう。で、マイガールが違う。オルフェがこうで。ツイッターは一勝しかまだ上げてないのか。シューメーカーマイルがあるんですよね。出す必要あるんかな、わからん。出す必要俺ないと思うんだよな。1500じゃダメなら、マイルって何、軽音が出てんのか。でも意味しやすいからな、まあ、軽音5勝だけど、カレンちゃんがいるよね。デーモンデュードは強いが、ブルーレイ無茶だろこれ。で、そばにいるねが、あ、もう8勝上げてるんですね。ひとまず放牧いきましょう。ルースが日系新春杯、グーはマーチステークスか。ん？ちょっと待って、行きましょう。ちょっと勝負で。精度を上げていきます。勝負根性がな。まあ、メンタルも問題だけど。
日は AJCC に出します。一周報告、まだ3勝です。ツッコミは川崎記念、ちょっと調子悪いな。7番はちょっと待って、今記念か。じゃあこれ終わった後放牧だな。この2頭は東京大賞典、キャンキャンの方がやっぱり強そうですね。でエネループがまだ1勝しか上げてない。しかも G1 じゃなくて JPN1で、最後ブログ、ここ引退レースとなります。有馬記念、オルフェーブルが有力ですね。あ、まだ1個使えるんだ。じゃあなんかもう一つはなんだこれ、なんか名前がすごい、衛星光使おう。衛星光スピードアップ、行きましょう。ネクスト、アメリカンオークス、天野 AKB です。天野 IFP も出て1番人気2番人気を占めております。AKB どこだ、ビューティーが117、 AKB133、 すごいですね。レース行きましょう。サンタニタ競馬場 G1 アメリカンオークス芝 2000m です。こちらアメリカのサンタニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ先行争い、何が行くんでしょうか。インティメイトルート、前に行きそうです。フノックスラップ、それに続いていますノットフィネス、どうやら後ろからになりそうです。では前の方からメディシャンサバナ、先手を取りました。インティメイトルート、それに続いています。その外からパーティングブーケ、並んで12番ウェービングフェム、フノックスラップ、それに続きます。緑の帽子チーフズジョンティーラ、その後ろ内からはシークレットオブプロスペクト、その隣にウエストファリアスウィーズ、デイプリメラ、そのうちに続いています。その後ろにレインストリート、ね、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。天野 AKB 後ろから、その外に天野アリエッティ、内からはモーストタバスコ、しんがりからノットフィネス、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。漆黒の馬体メディシャンサバナ、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、その後ろからはパーティングブーケ、少し開いてシークレットオブプロスペクト、その外にチーフズジョンティーラ、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はメディシャンサバナ、メディシャンサバナ、さらにリードを広げます。2番手はパーティングブーケ、天野 AKB いい位置、果たして先頭を捉えるか。日本と世界、意地のぶつかり合いだ。残り 200m、 ここで先頭変わって天野アリエッティ、2番手は天野 AKB、 天野アリエッティ、この馬で決まりか。天野アリエッティ通り、2着は天野 AKB、 世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。天野アリエッティ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。アリエッティが AKB を破りました。は2連勝。アリエッティ海外遠征ゲットですよ。一方3
さあ、東京大賞典天野キャンキャンと片野フェイト、天野キャンキャンが1番人気、片野フェイトが2番人気、そしてフリーオーソカー、あとは凱旋ジュピターが6番人気です。レース行きましょう。東京競馬、大井競馬場 JPL1 東京大賞典ダート 2000m、クレーのダート地方ダート交流重賞ダート決定戦です。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さあ花を切るのはどの馬か。凱旋ジュピーター前に行きそうです。天野キャンキャン、それに続いています。異次元後方からもう一度先頭から見ていきましょう。フリーオーソ先手を取りました。1番天野キャンキャン、2番手を追走、その隣にローマンレジェンド凱旋ジュピーター、それに続いています。黒の帽子ソウトグレース、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナーにかかります。その横にオデッサチャイムス、サイレントメロディー、それに続きます、うん、並んで5番カタノフェイト、デームバンダム、この馬もこのグループ、しんがりから異次元、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度漆黒の馬体ローマンレジェンド、レースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身、その後ろからは凱旋ジュピーター、好位置をキープしています。天野キャンキャン、その外にクリオーソ、並んで栗色の馬体オデッサチャイムス、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はローマンレジェンド、2番手は凱旋ジュピーター、3番手に天野キャンキャン、絶好の手応え。さあ天野キャンキャン前を捉えるか、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はローマンレジェンド、ローマンレジェンド先頭。さあ天野キャンキャン、キャンキャンが先頭だ。残り 200m を通過して、先頭は変わって天野キャンキャン、2番手は片野フェイト、天野キャンキャン粘る、天野キャンキャン、キャンキャンですね。2着は片野フェイト、3着にフリオーソ、やはり中央の馬が強かった。勝ったのは天野キャンキャン、天野キャンキャンが勝ちました。お、 G1 5連勝、ようやく本格化っていう感じか。でもまだ地方の重賞もあったら金札取れてないだろうな。阪神カップですね、3頭出走、1番人気天野アイコン、2番人気、ブラックキャビア、3番人気片野ツイッターとなっております。さてどうでしょう。天野アイコンが1番人気ですね。サンカルロはライバル馬か。クラブは凱旋アックスが5番人気。先方、片野ツイッターブラックキャビア変えられます。さあどうするか、でもツイッターはそのままでいいな。ブラックキャビアもでも逃げ1頭しかいないからそのままでいいや。ダイジェストです。阪神 G2 阪神カップ芝 1400m です。さあ直線に入りました。これからの勝負、天野アイフォン先頭、残り 200m、 一気に後続がやってきた。ブラックキャビア必死に追います。天野アイフォン、あ、でもアイフォンがこれ押し切るわ。ブラックキャビア、天野アイフォン1着、2着にはどうやらブラックキャビア、3着に片野ツイッター、これが G1 馬だ。天野アイフォン、アイフォンの勝利ですね。ワンツースリーフィニッシュを決めましたね。人気通りの決着か。
次です、ホープフルステークス天の丸森登場、このエピファネイアが一番人気か。エピファネイアロゴタイプらが出走ってことです。さあ、天の丸森先行どうするかですね。まあ行きましょう。ダイジェストです。中山 G2 ホープフルステークス、2歳限定芝 2000m 来年のクラシックを占う戦いです。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ロゴタイプ先頭、残り 200m 後続を引き離すロゴタイプ、足色は衰えません。2番手はラブリーデイ、ロゴタイプ1着、うん、伸びなかったな、丸森。3着に旅の笠原、見事に勝ちましたロゴタイプ。そしてエピファネイアも4着でした。丸森は5着。有馬記念オルフェーブルゴールドシップラ出走。オルフェーブルが1番人気、天のブログ2番人気、ゴールドシップ3番人気、天のイナバーは4番人気と、1番人気から4番人気までの上位を占めております。プラもジャスタウェイが5番人気、トゥーザグローリーが6番人気となってますね。オルフェーブルがグリグリとなっております。すごいな、当選冗談とかジャスターへとかクラムをダウンラー抜けといて、もうだけいるんだ、当選ランも抜けといても、ということはオルフェーブルはまあ追い込みだから、他の馬の戦法だな。ヤバはこのまんま、ゴルシもまあこのまんまでいいだろう。ブログ追い込みでいいよな。いやーでも一歩前行こうか。ゴムシ前行ってもいいけどな。ではレース行きましょう。年末の総決算有馬記念中山競馬場 G1 芝 2500m で行われます。いよいよ今年の G1 もこのレースで終わりを迎えます。今年1年ターフを沸かせたスターホースたちが冬枯れの中山競馬場に集結。
さあ日本競馬の総決算、夢のグランプリ有馬記念の発走です。さあ最後は大外枠のヒルノダムール、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ花を切るのはどの馬か。天のイーナバウアー前に行きそうです。トレイルブレイザー、うん、それに続いています。さらにはビルシーナ、サツキショーバ、ジャスタウェイ、その後ろ先手を取ったのは天のイーナバウアー。ナバウアーが先頭を取りましたね。すぐ後ろにトゥーザグローリー、その外にフェデラリスト、天野ブログ、そのうちに続いています。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過していきます。ナバは短期逃げです。その前に進出、大きく離れました。ゴールドシップ、これに続いてダノンバラード、その隣にユスターブクライ、その後ろからはオーシャンブルー、並んで5番ダークシャドウ、オルフェーブル、後ろからになりました。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。先頭から最後方までおよそ10馬身、中段あたりですね。最後方に当選ラー、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。一気に先頭に立ちました。16番ヒルノダムール、アマノイナバウアー、すぐ後ろフェデラリスト、それに続きます。そして大きく離れてトレイルブレイザー、この位置です。緑の帽子、当選ジョーダン、その後ろすぐ後ろにゴールドシップ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ16番ヒルノダムール、は後ろから3投目、ほとんど差がありません。フェデラリスト、3番手オルフェーブル、この位置から届くのか。後続も追い上げていきます。厳しくなってきた。さあ先頭はヒルノダムール、当選上段続いています。おっと大きく大外からゴールドシップがまくってきた。残り 200m を通過して、ゴールドシップ先頭だ。オルフェーブルかな。2番手はオルフェーブル、ゴールドシップ、ゴールドシップですね。先頭はゴールドシップ、1着でゴール、2着はオルフェーブル、3着に当選上段、これがダービー力が勝ちました。ゴールドシップウィングランです。当選上段が3着入って、ブログイナバウアーか。そうだ、ジャスタイライバル馬だったから、ジャスタイに勝ったんだ。でオルフェーブルが2着、アンカツさん、ブログが4着。ブログはもうこれ引退レースです。イナバウアーも多分引退レースだと思いますが、一番下が見ましょう。フルステークスはロゴタイプか。あ、一応何がファームの、そうか、持ってる馬なんですね。ここも何がファーム、アマナイホも当然何がファーム。お、オークスか。ジェンティオーナービルシーナに改装したオークスが選ばれたということで、銀のお守りがもらえた。次はオルフェーブルとベルセザールか。うん、日本は SSK、 まあそらそうだよな。欧州はサドラーズウェールズ系がダントツか。ん、
セルフジュータウトってに、ああ、適正が日本なだけか。シリスデゼーブルとか。で、アメリカ。行きましょう。表彰式です。うん、ね、凱旋アクスってクラブ馬じゃないの？ってか、そうか、外国産馬か。角外？丸外なっか。クラブ馬もいろいろ飼ってます。ロゴタイプとか。あ、ライバル馬か。これらは。ライバル馬に結構やられてますね。ゆういち。おー、ん？朝比奈すみれ？ああ、そうか。朝比奈すみれになったんだ。さあ何でしょうね。結構でもゴルシーダービーも取ってるんじゃなかったっけ。ゴルシーかな。あー、ゴルシーですね。126票。スマートハルコン、ジェンティルオンナと続きます。日刊プラス有馬ですからね、勝利数全部ですが。お、ここもいろいろランクインしてますね。BC はなかなかの成績だったってことを言えるでしょう。カネヒキが年度代表馬になってます。お、やっぱゲームオンリュード強いよな。ロッティエン、ブラックキャビアと天野ニコニコ入ってますが、ちょっと厳しいな。シュリスデゼーグルかな、だろうな。返り咲きです。7戦7勝。我が家の春っていう感じですね。もちろんフェイトって一生もしてないんだ。引退です。フェイトは キャンはまあもう1年走らせましょう。メルコ調子はいいんだけどな。イナバウアーはまあ12勝してるからもういいだろう。引退させます。ブローグが年齢いった。あとはアラフォアも厳しいような気がするよね。ブラックキャビア、ん？これって強制引退する馬ってなんだっけ。強制引退する馬を探さないといけませんよ。あ、カレンちゃんはまだ頑張ってもらうよ。ルフェーブルはまだですね。みんなこれからだしな。ゴルシとかジェンティル女もこれからだしな。6勝か。
まあ引退させるべき馬は先に引退させだしね。エネループもしんどいんじゃないかな、もう頑張って走ってるとはいえ。ニコニコどうする？もう一年走らせましょうか。喫茶3勝あげてるんだ。銅ぐらい取ってくれないかな。うん、ブログは。兄はこそ4着でした。JC 取ってますし。なるほど。天皇賞秋取ってたり。G114 勝あげてますね。ドイツダービー、秋天。中距離で主に活躍した馬ってことは言えるんじゃないでしょうか。大阪杯。そうですよね。一時不調の時期ありましたが、ジャパンカップ2連覇しましたね、最終的には。そしてフランケルも、残念ながら、まだ走れることは走れるんですが、後釜を残さないといけませんので引退です。13勝。天の稲バウアーです。金の札。芝ダート両対応でしたね、この馬は。そしてスマートハルコも確か引退せざるを得なかったんじゃなかったっけ、チャンピオンズカップで優秀の美を飾った。なんせブリーダーズカップクラシックがでかいですよね。19勝を挙げてます。交流重賞も結構勝ってますね。レオ賞、東京。で、さらに、ルーラーシップ、23戦18勝となっております。ダービーと秋天と、香港ゴールドカップ、ハリウッドダービー。宝塚、中距離の U っていう感じですよね。香港カップ。数か連覇か。凱旋門賞こそ、まあ、距離がギリギリだったっていうのもあり残念でしたが、高校カップも連覇しております。さあ、モンジュが引退、ついにブライアンズタイムが引退。テレグノシス、フレンチジュピティ、ベガとフクトベガが引退します。ミートとイナバワが繁殖入りですね。繁殖はこれ余らないんじゃないの。でフランケル、ルーラシパ、マノブログ、スマートハルコンとなっております。チェロキーローズ、どんな馬だ。オルフェーブルがチロキーローズ系なんだ。モデルスポート系は天野なっちゃんですね、品系は。天野ブログ、ラキス、天野系はすごいな。AKB もそうだからな。ダイナアクトレスの血統か。パワーを得たのはすごい強い。
フェイトもここにいますからね。すごいな、本当に。このダイナークトレスの活躍がでかいんだよな。これだけ作ってるもんね。なっちゃんも含めて。え、嫌だ。いいんじゃないでしょうか。嫌だ。いいんじゃないでしょうか。ベイブレのシンジケート解散は辛いな。一旦買い取りましょう。牝馬はちょっと気になるけど、まあ、いいでしょう。いりません。いや、クラブが4頭か。あ、そうか。ツネミクとかあるんだ。ツネミクって血統はシャマゾンなんだな。年齢が高い方を打った方がいいか。タバサ東証とかもういいかな。モーテンネも結構いいの産んでるよな。あ、まあそうでもないか。フェリーダンス？フェリーダンスは売っちゃダメの予感がする。ん？セレブリティ？どうだっけ？
うん、こんな感じかな。名品系統も結構出てきてるな。フォーハーム、シボマはコトを売らなきゃいけません。さあ何を売っていくか。もう爆信用か。デッセ、ベイスターズどうなんだ、ちょっと無理かな。あと2頭。脳トレとかかな。海鮮リベンジかな。それで日本の4頭を地下といえばサイレンス鈴鹿、タップダンスかな。そう、種付けの数も問題なんですよね。アイマックなんか2頭しか種付けてくれないよね。そう、種付けの回数が単純に少ない。まあ最も 新しく登録する馬は別として、その他の馬を売った方がいいな。ってことは、勝ちたんやとかも怪しいよな。マツケンか、マツケンウロ。まだ、凱旋アックスはわからない。から、クラブとして残しとこう。こんな感じかな。サイレンスーカーも減ったな、天のアミーゴなんかも。一方、一番多いのがディープインパクト56とですね、キライダーも頑張ってる。リベンジまだやめとこう。まだわからんよな、勝ちたいんやわ。こんな感じでいきましょう。え、あ、逆か。だらかにを日本に入れましょう。カブトファーム、リリーズファーム。え、アンカツ引退するんだ。そんな引退早かったっけ？なんで？あ、フリーになるんか。新人は戸崎くんが出てきますねと思った。これ地方からの転級組か。板橋騎手引退。田島和彦。さあ、10頭登録、10頭クラブか。
でしょうね。まず、シーツ馬は2頭までです。入れ合うのが。どうしようかな。牝馬は湘南。わ、たくさんいるけど、ほんと悩むな。結構多いんですよね、持ってる馬が。あ、違うわ。自分と分譲が持ってる馬だけで絞らないといけないんだ。あ、モーリス。まあでも、オス馬だからな。となると、ハープスターとかかな、ミッキーアイル。まず一頭は栄新光かな。クラブ。一頭は栄新光。ハープスターとかミッキーアイルとかいるけど、どうなんだろうな。わからん。結構混戦の予感ですよね。ペアリングバードはクラブか。え？でも、そうなの？ペアリングバード。そうか、デアリングタクトを生む。デアリングタクトを売る馬だから、売っちゃダメなんだ、デアリングバートは。もう、まだ、生まれてないよな、デアリングタクトって。てか、まだ、あれだから、売っちゃダメです。ミッキーアイルはオス馬か。短距離馬ですよね、ミッキーアイルは。
うん、ラングレーはいらないな。ラングレーは売る。ミッキーアイルにするべきか、ハープスターにするべきか。まあ、ミッキーアイル行きましょう。これ好みだけどな。多分。他となると、ロザリンドとかどうなんだろう。シーザリオ3区か。あんまり牝馬なんで売りたくないよな。あ、売っちゃダメなんだ。ロザリンドは、ロザリンドはクラブか。ハープスタートゥーザワールド、デアリングバード、バードを売っちゃダメ。うわ、結構厳しいな。トゥーザワールドぐらいかな。大物の雰囲気持ってるっていうからな。ハープスター、デアリングバード、トゥーザワールド、ハープスター、ロザリンドが今ハープスターってどうなんだろう。ザワールドかな。うん、とザワールドか。シーツでいい馬売ったりはしないのかな、トゥザワールドは。史実3区、史実3区。てか、累計で一勝もしてないやん。トゥザワールド。あ、これ、父、オス馬か、トゥザワールドは。まあ、売るならトゥザワールドかな。デアリング、ハープスター、ロザリンドって感じか。で、まずは、遠心光。
と、まあ、天野なっちゃんからだよな。何がいいのかな。天野なっちゃん。2012年ですね。スカイツリーが、やっぱりスカイツリーがでかいよな。オスプレイなんかも、はい、押さえたり。指原莉の左遷とか、前田敦子卒業とか、ああ、なんかそんなことあったな。ロンドンオリンピックが開催だろうな。あと、吉田沙保里国民栄誉賞。13連覇だもんな、吉田沙保里。すごいな。そんなこと言ってたのか。はいはいはい。あと、コンプガチャの問題もあるね。あ、ベニーオークション、なんかあったな。山本昌、すごいね。46歳8ヶ月。あと、ダルビッシュが、そうか。1月だから、契約をしたんだ、メジャーと。ワイルドだろうとか、維新、就活がこの年なんだな、第3局、空町。ま、とにかく、とりあえず、スカイツリーかな。これは。天野スカイツリー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 、天野スカイツリー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 。これでいきましょう。
入球はどこに？スマだよな。永瀬さん。AC 光の入球も選べましょう。もうスーマだからな。若い人にチャンスあげたいよな。面白そう、小栗さん。そして、ミッキーアイル。お、森村。小島太。大島秀夫、これでいきましょう。あと7頭か。山のラブマシーンの3個かな。刀の吉田沙織、刀の吉田沙織。入球、森厩舎、森村厩舎。デゼニシは私にとっても思い出深い馬でしたって言ってる。どんな馬だっけ。うん、サングレアルもまあ売りだな。3頭までしかクラブね、所持できないのは辛いよな。早く海外にやって、海外に所持させたいよね。次が、
ボナブニーニだな。ステマとか、そうや、ウーニャもうこの年だったな、そういや。ウーニャってなんだっけ？梅田本店のプコーラ、マウちゃん。タブレットとか、マウス。キンガムチェックとかもこの年か。なんだこれ、AKB、SKE、嵐しかいないじゃないか。あ、カイエンってこの年なんだ。出る前、ロ前、ジョハ9の9。出る前、ロ前ってどんな映画なんだろう。テルマエロマエか。天のテルマエロ、天のテルマエロ。ね、菊川さん、予託数1だもんな。あと5頭です。エアグルーヴってどうなんだ。ああまあ、でも所属しないわけにもいかないかな。で、フェアリードールか。タップ細胞と iPS 細胞って違うよな。凱旋維新、凱旋維新。あれ？あ、クラブバーになってる。違う違う。型の維新、型の維新。根本龍之介。あと4頭か。ホワイトウォーターヘアあたり。ホワイトウォーターヘアとか、ラブマシーン。
バイオハザードの映画版も流行ったんだ。アベンジャーズ、ああはいはい、アベンジャーズか。アベンジャーズいいんじゃないかな。刀のアベンジャー、刀のアベンジャー。さあどこに入球するかだな。細田厩舎。で、これ銀ガム入れとこう。引く力なんだよ、そうやな。あと、ハイキューもこの年からスタートなんだ。暗殺教室ってこの年だっけ？そう、ソーマやサイキックスもそう、最近の、そうなんだ。七つを滞在とか、ワンパンマンも。置かれた場所で咲きなさい。アメージングスパイダーマンもそうだよな。これオス馬だよな。アマのスパイダーマン、アマのスパイダーマン。アメージングは流行ったと思うよな。あと2頭です。エアグルーヴかな。あと金環日食とか、はい、ワイルドだろうってなんだ。スギちゃんのあれか。言うほどワイルドではないような。天上げ爆あら。キャワタンで、キャワタンってこの年なんだな。と LCC とか爆弾低気圧とかガステマ、キャワタンインバなんで。天のキャワタン、天のキャワタン、天のキャワタン、天のキャロタン、天のキャワタン。
天のキャワタン、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 天のキャワタン。ひっかけなのか、アクセ。天のキャワタン、天のキャワタン、天のキャワタン、天のキャワタン。森さんかな。これであと1頭ですね。ウォッカかな。じゃあ、カタノファニー。カタノワイルド、カタノワイルド。流行った気が全然しないな。年度代表馬じゃないわ。流行語大賞言うても、ということで、あとはみんなクラブ馬か。いや、ちょっとこれクラブ馬にして、
凱旋ワイルド、凱旋ワイルド。こうしとこで、キョエマーチの方を、登録します。肩の天上げ、肩の天上げ、肩の天上げ。肩の天上げ、肩の天上げ。肩の天上げ、肩の天上げ。うん、これでいい。西郷さん、ということで、あとはLCC で難しいな。LCC、凱旋 LCC、凱旋 LCC。じゃあごまかすしかないや。スマートペット、ドクター X、ドクターバツ。凱旋ドクタクス、凱旋ドクタクス。で、天のドレミ。無品馬だな。凱旋フレワーム、凱旋フレワーム。ホストフレンドがまだいない。
ロンドンがまだだな。あ、ベニーオークションからステマが発覚したのか。凱旋空町、凱旋空町。またヒンバか。ラインってこの年なのか、大関だけど。ラインはまだないんで、これでいきましょう。凱旋ライン、凱旋ライン。凱旋ステマ、凱旋ステマ。それから開演ってまだだよな。開演まだだったな。凱旋開演、凱旋開演。就活もいいと思うんだけどな。凱旋就活、凱旋就活。あ、こんな感じかな。クラブは12頭。もう伊沢さんに売るんだ。はい。これでいきましょう。まあ安いですね。資金としては3頭だけ。黒竹賞アンドロイドだけど選べられるかな。2人とも運動で。天の椿12で、どんな馬だっけ。アイポッドか。アボはニャララ、楽賢い馬。お、クラブ日本一だ。いいんじゃないでしょうか。お、絆。よく大好き。
意味深だな、マギアヤ。さらに、でもフェブラリーは長い。大阪杯か。あ、すごい稼げるね。出しましょう。って誰だ？視線ジョッキー引退したんだ。視線ジョッキー武豊でいいや、もう。そう、ニコニコって言ったらニコニコ動画がなんかサイバーなあのダメージを食らって今も復旧できてない状況みたいですね。復旧してるのかもしれないけど、土曜日からずっとダメでサイバー攻撃受けて、15勝か。まあ、とはいえこの短距離戦は絶対このカレンちゃんとか出てくるからな。Aリスト登録だけはしとこう。で、ラックキャビアってでまだ引退しないんだ。ちょっと京都記念はないと思う。アイフォン。さすがにマイルですね、主にマイルって。この辺か、ファーとかオールトゥーバード。あ、ここでもいいけどな。ん、なんでゲームセーバーがライバル馬としてんのか。ジベルハッタ登録しておきましょう。で、そばにいるねがフェブラリーか。トゥルースが日経新春杯。まあ川崎記念出してもいいんじゃないの。登録できないんだこれ以上は。
オスカ杯出すんだったら普通にまあ5騎士出してもいいかもしれんけどな。ドバイシーマクラシックでしょう。でも主戦ジョッキー失ってんだ。田中くんでもいいけど、悩むな。田辺くん、田村雄一とかもいる。田村雄一任せますか。武豊乗せればいいじゃないかっていうのはあるよね。やっぱり普通に乗ってくれるんだったらな。距離がちょっと長いよな。ツイッターここじゃないな、出すのは。東京新聞杯、あ、64キロ背負うんだ。ここだったら、まあ、女子会がいるから出れないな。ここは出せないし、出すのはここだろうな。G3 クラスでいいんじゃないかな。京都牝馬ステークス、大商店、いやじゃなくて、カラヒンバステークスかな。ゴルシって何勝？まだ4勝ですね。じゃあ勝ち星を上げないとし仕方ないわ。でも疲れがな、問題は溜まってるよな。ランベットに登録かな。一周まで休んどこう。
トーンギャラントにぶつけていこう。5勝なんだよな。いいこと取りたいですね。ケオもいるんだからよな。リエッティもまあもう2勝してますからね、どんどん取りに行かなきゃいけない。オープン特別まだ勝ったばっかりだよ、まだ早いよな。ネギステークスか。どうなんだろう。トレブがいいのか。じゃあチューリップショー。どうするかですね。形勢敗か。OK です。アマナーラ法有力ですね。ヨーク大好きをちょっと選んでみましょう。やばいな、ヨーク大好きは。少しお待ちください。はい、お待たせいたしました。では再開します。ちなみに募集馬は買ってる人はセシルネーヌとか赤海域がもう買ってますね。行きましょう。
ジュニアカップですね、凱旋リア充が出て、クラブは凱旋リア充が出てきます。1番人気母親がダンスパートナーじゃないですか。こちらはダイジェストです。中山3歳オープン特別ジュニアカップ芝 1600m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。凱旋リア充先頭、残り 200m を通過して、先頭は凱旋リア充、2番手はカフェブリリアント。凱旋リア充強い強い。凱旋リア充圧勝ゴールイン。2着はレッドアリオン、3着にカフェブリリアント。これは桁外れの強さだ。凱旋リア充、うん、さあ、中山、まず中山金牌です。タッチミーノットあったな。天の早草が出ます。1番人気を本心本命はタッチミーノットですね。これライバル対決、負けないよということで、ダイジェスト中山 G3 中山金牌芝 2000m です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。残り 200m、 天の早草ノットと並んだ。2番手は猫パンチ、この足色はどうか。天の早草抜け出した。先頭は勝ちました。1着でゴールイン、2着はタッチミーノット、3着に猫パンチ、1番人気に応えました天の早草、見事です。徐々に2連勝となりました。トップクラスは B とか C だよな。 C かな。さあ京都金牌天のアラフォー登場です。ダノンシャークもまあ結構有力馬ではある、まあ、7番人気だけど、天のアラフォーグリグリですね。マウントシャスター、レインボーダリアあたりですね。人気はダイジェストいきましょう。京都 G3スポーツ日本賞京都金牌芝 1600m マイル戦です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭に踊りました。先頭2馬身から3馬身引き離す。残り 200m を通過して、天のアラフォーアドバンテージをキープ。後ろはどうか。2番手はマウントシャスタ、天のアラフォー先頭だ。天のアラフォー1着、2着はマウントシャスタ、3着にダノンシャーク。天のアラフォー見事1番人気に応えました。地の味を覚えさせることが大事。お、スタートを得た、黒竹賞は天のアンドロイドです。天のアンドロイドダメだ、9番人気だ。しかも印を1つしかついてないからやめとこう。あ、でも頑張った。2着万葉ステークス、クラブは凱旋クオリティですね、グリグリとなっております。一番人気里のアポロが続いておりますが、ダイジェストいきましょう。京都オープン特別万葉ステークス芝 3000m 長丁場です。さあいよいよ直線の攻防、凱旋クオリティ先頭、3馬身から4馬身のリード、エルウェイバリー必死に追います。この差は果たして縮まるか。残り 200m、 凱旋クオリティ差が詰まってきた。意地を見せる。2番手はカルチャーチャド、凱旋クオリティ、いや、なんとは勝ちました。先頭は凱旋クオリティ、1着でゴールイン、2着はカルチャーチャド、3着にメジロミズーリ。これは桁外れの強さだ。凱旋クオリティ、アゲポヨデビューだけですね。お、タッチミーノットとライバル関係成立です。おっと、京都記念
まあ、はやぶさ京都記念出すかどうかわからないですよ。アメリカンファローって結構有名じゃないの、ジャーニーとか。まあ、牝馬の方がいいけどな。アタブ、どんな馬アタブって。アタブ、あ、でもこのアタブは牝馬じゃないや。こっちのアタブは牝馬ってされてるけど、オス馬ですよね。なんだこの成績。え、アタブ。アイルランドの前ですね。ルガール、シチ、ドラメンテ。シルクロード、今年のシルクロードステークスを勝ってる馬か。戦績は海外だからわからん。スーパーホース売る、作る馬じゃないの？アタブは、このまま行ったら、車内に行っちゃうんだ。スーパーホース売りそうだよな。でも、すぐ買うわけにはいかないです。これ、スーパーホース売るとしても。絶対損です。一方、アメリカンファラオはどうなんだろう。これは、実績ある、馬だったはず。あ、これ、2015年に37年ぶりとなるアメリカクラシック三冠を達成した馬らしいですね。これは結構有名ですね。なので、三冠は何の三冠があるんだ？カフェファラオ、ダノンファラオ、ファンゴッホ。カフェファラオはすごいいいみたいだよな。買いますかね。オカナウト、ファウンドとかサザンレジェンドとか。この馬もいいですね。ファウンドっていう馬も。ファウンドはどういう馬かっていうと、21戦6勝だが、ブリーダーズカップターフを取ってる馬ですね。あと、あ、凱旋門賞を取ってる馬やん。これすごいですね。他もいくつか取ってますんで、これ買ってもいいんじゃないの、ファウンド。魅力ありますね。他まあいろいろいますが、ちょっとファウンドがあって、アメリカンファラオもいいけど、ファウンドが抜けてるんで、ファウンド買いに行きましょう。3頭だけか、まあ。
さあ、ゴルシは何出すかな、ナジソは。ランベットか。とりあえずハヤブサが京都記念行ってますけど、全然京都記念いいとは思いますね。2月を3週か、アラフォーが宮記念、ん、宮杯か、どうかな、宮杯しんどいと思うけどな。ここ登録しとこう。で、はやぶさが京都記念で、アンドロイドは黒竹賞を勝てなかった。戸崎騎手、ああそうだよな、地方から中央への転身ですよね。コパのリチャードが出てくる。凱旋スマホが出てきます。クラブはどうでしょう。して時間を成長させます。これでスピードがちょっと上がったな。お、山本京子が入ってきた。金持ちって言ってますが、はい、ということで、今回ここまでかな。ちょっとなんか、ファウリングとかまだ全然治ってはないと思います。申し訳ないです。
とマイクを変えたんですが、指向性の問題、指向性がそんなに指向性が良くないマイクなのかもしれないですね。ワイヤレスマイク。はい。ちょっと、その辺、チェックしたいと思います。ウィニングポスト92021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。